皆さんこんにちは、小林総塾決裁塾所の小林です。中橋です。はい、今回ですね、近年難易度がアップしたりもしくはダウンした医学部ですね、まあ、特に私立医学部について注目をして一挙に紹介しようというコーナーでございます、はい。まあ、やっぱそもそもやっぱ数十年前と比べるとまず全体的にガンって上がってるじゃないですか、はい。まあ、めちゃめちゃ難しくなってる中だけども、まあ、これからちょっとこの数年間でちょっとまあ上がったり下がったりってあるので、まあ、ここはね、医学部志望であればぜひ知っておいてほしいということで紹介していければと思います。ではですね、やっぱりですね、まあ、医学部の難易度って実はまあ一気にだいぶ前から比べたんで上がってるって先ほどお話しいただいた通りなんですけれども、うん、実はね、国公立医学部とかは、まあ、去年若干下がった、まあ、去年というか今年若干下がったとか、若干ね、ほんと若干なんですけど、まあ、なんか一応流れみたいなのが若干あるんですよ。なるほど。なので、まあ、ちょっとその流れが、うん、まあ、ここ数年ちょっと大きいよねっていう大学をちょっと紹介させていただければなと思ってます。いはい。じゃあですね、まず上がった大学2つ、お伝えしていきたいんですけれども、まず1つ目が、国際医療福祉大学です。これはね、さすがにね、僕でも予想できますよ。そうですよね。いや、人気だもんね。いや、人気ですね、やっぱり。で、2017年度に、まあ、開校された大学ではあるんですけれども、まあ、大学自体はね、前からあるんですけど、正確に言うと医学部が開校されたのが2017年の大学なんですけれども、あの、授業がほぼ英語だったり、カリキュラムの進度がめちゃめちゃ早かったり、あの、ちなみにね、あの、途中で、あの、4年生ぐらいの時に受けるテストの結果が千葉大学医学部でよかったらしくて、そうなんだ、なんか説明会で国際医療福祉大学の先生が言ってたりとかするらしいんですけど、はい。まあ、そんな感じでめちゃめちゃ内容の勉強頑張ってる大学ですし、うん、やっぱ教授陣も結構豪華です。あの、 そうですね、それこそね、うちの動画で時々話が出てくる和田先生とかも今国際医療福祉大学の教授されてたりします。はい、学費もね、そうですね、めちゃめちゃ安いですね。で、特待生に選ばれるとなんと国公立大学医学部でも安いんですよね。そうですよね。で、ここ狙って結構その上位国立医学部と併願する人もいますもんね。そうですね、はい。で、やっぱりもう今一番注目されてる私立の医学部って言っても過言ではないんじゃないかなと思います。うん、で、場所もね、結構千葉にあって割と悪くないんですよね、成田で。あ、そうなんですね。はい、そうなんですね。で、まあ、一応難易度でお話をしていくと、偏差値はね、ずっと実は河合塾偏差値65で横ばいなんですよ。ほうほうほう。ただ個人的にはやっぱり横ばいには感じないですね、明らかに。ないね。はい、なんか明らかにやっぱ上昇してる感じはするというか、いや、なんか河合塾で言うと正しいのか分かんないけど、はい、1.5 ずつぐらい上がってますよね。そうですね、感覚ではそういう感覚ではいて、僕はずっと、うん、死亡者のレベルはやっぱ上がってるんですよね。いや、そうそう、どう見ても。だ、本当にその前はなんか私立医学部の中でっていう人が多かったですけど、うん、はい、やっぱ国立の上位と、はい、併願って人がちょっと見えるしね。そうですね、うん、本当に前は結構やっぱギリギリ払えるから国公立の中でもお金がやっぱ厳しいから私立でここだけ受けとこうとか、うん、そういう方が多かった印象だったんですけど、今はもう普通に上位の私立とか、あの、上位の国公立と併願されるようになったというような印象がありますね。しかも、うん、なんか僕が最近感じてるのは第一志望ここって子がすごい増えたんですよ。いや、多いですよね。多いですね、意外とね、うん、はい。なので、まあ、以前は本当併願校っていう立ち位置だったんですけど、本当ここ目指してるっていう人も増えてきたので、まあ、そういった意味では明らかにやっぱレベル上がってるんじゃないかなというのは感じますね。そうですね、まあ、絶対値で言ったらまあ、 あれだけど、はい、それこそ、うん、あの、御三家の医学部目指している人の同じぐらい、うん、いるんじゃないかなと。あの、もちろん御三家のなんか3分の1というか、うんうんうん、に相当するぐらいここに憧れてる生徒さんが多いんじゃないかなと思います ね。 そうですね、やっぱり実際僕らから見てもかなり魅力のある大学だなとは感じますし、そうそうそう、あの、間違いなくこれからさらに伸びてくる大学なんじゃないかなというのは感じますね。確かに。あとは医学部、はい、確かに、あの、御三家っていう志望者はいるけど、うん、例えばなんか順天って人いないじゃないですか。まあ、ちょっと少ないです、ね、少ないですよね。だけど国際医療福祉大学はいますよね。いますね。ピンポイントで行きたいっていう人がいますね。やっぱりそこをここら辺でね、これからどん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 伸びてくる大学だと思います、うん、はい。じゃあですね、2つ目紹介していきたいんですけれども、はい、こちらですね、産業医科大学ですね。ああ、なるほど、ちょっと上がってる。はい、そうですね、ここ結構上がってるかなという個人的に思ってます、うんうん。で、まあ、場所としては一応福岡県の北九州市にある大学で、ね、うん、卒業後に数年間、産業医として勤務することを条件に学費が一部免除されるんですよね、うんうん。で、一般的な私立大学で行けるよりも少し高いかなっていうぐらいの額になります。で、一応例で挙げておくと、慶応理工がだいたい1年あたり160万、うん、で、修士に進むので実質6年だと思っていいと思うんですよ、ここは。なるほど。はい。で、産業医大は1年あたり190万円ぐらいです。なるほど。なので、まあ、一般家庭でも私立の理系にやろうと思ってる家にとっては払えない額ではないかなと。確かにね、いうところですね、うん。しかもまあ、この金額であれば、例えば奨学金をこ う、 うまくね、うん、組み合わせたりとか、ちょっとまあバイト頑張ったりとかで、そうですね、あの、全部は賄えなくても、まあ、なんとかっていうご家庭もあるでしょうね、うん、はい。この差額の30万円稼いでこいは結構できますよね、普通に。確かにね、まあ、月3万円ぐらいね、はい、アルバイトって感じですから、はい。で、あとですね、産業医という条件なので、まあ、診療科であったり勤務地域が必ずしも絶対的に制限されるわけじゃないんですよね、うん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 。なので、あの、他の給付型の条件がついている、
あの大学学部あ大学のと比べると比較的緩いというふうに受験生は感じやすいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。はい。でやっぱそういったところで、まあ、入試難易度が少しずつ上がってるんじゃないかなというところがあります、はい、で実際に偏差値で見てみると2015年度入試の時点では開塾偏差値で65だったんですけど、うん、まあ、近年最近の偏差値でいうと70になっていると、うん、というところで、まあ、5上がってるっていうところですね。5か結構上がってますね、はい、そうですね 2.5 じゃなくて5上がったっていうところがあります、うん、はい。で、まあ一応ですね、入試形態がしかもここの大学ほぼ国公立大学なんですよね、はい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 、共通テスト全部必要みたいな感じで、うん、まあちょっとそういったところでは大変なのかなと思います。でなんで2015年から上がってきたのかっていうのを一応僕の中で若干考察をしてみました。はい。で一つ目の理由が、まあ、さっき言った理由とほぼ同じなんですけど、やっぱお金が安くて比較的制限が緩いと感じるというところです、うんうんうん、でなんでこの感じるというのがこの5年間のポイントなのかっていうと、その近年の地域枠とかがかなり増えてきて制限がかなり増えてきたんですよね。確かにね。で制限が増えた時に、うんうんうん、相対的に見てここの制限が緩く見えるようになったんじゃないかなと思って。確かにな。こっちの地域枠だったら産業枠ありだよねと、うん、そうですね、まあ、お金も言うほど変わんないし、うん、このくらいなら払ってもいいんじゃないっていう人が増えたんじゃないかなと思ったんですよね。なるほど。はい。で、あともう一つ目の条件っていうの、二つ目の、まあ、理由っていうのが、意外と研究力があるってところなんですよ。おー。で、実はですね、まあ、世界大学ランキング、まあ、英国、まあ、イギリスが作ってる、THE、ザ、どっちか分かんないんですけど、うん、世界ランキングっていうやつがあるんですが、はい、こちらで、非引用論文、まあ、研究研究力のランキングで世界1位なんですよ。ああ、そうなんですね。はい。しかも、一応全体のランキングで、日本のランクイン数中5位。で私立大学だと1位なんですよ。へ、はい、で上にいたのが確か東大、京大、東北大、うん、あと東大が反対かみたいな感じ。そんなところでしょうね、はい、そのぐらいしか上にいないような印象なので、ね、かなり高いんですよね実は。なるほど、はい、そういったところでもしいくつかね大学を見てみて、いろんな数値を見てみたときに受験生の中で、あ、意外とここありかもなって一押しするような条件になってきてるんじゃないかなと思いますね。確かにこういった要素が組み合わさるとね、ちょっと上がる要因も分かってきますね。はい。っていうのが一応産業医科大の紹介でした。はい、ありがとうございます。はい、逆にですね、ここからは下がった大学を3つ紹介していきたいと思います。はい。はい、1つ目がですね、久留米大学です。あ、久留米大学ですか。はい。はい、来ると思ってたのと違いましたね。あ、本当ですか。はい、まあ、ここね、実は来ると思ってたのは後から多分来ると思います。後から来ますよね。はい。でしょうね。はい、で、まあ、中堅私立医学部のイメージだったんですけど、まあ、若干最近下がってきてるのかなというような印象です。なるほど。はい。ちょっと下位になってきてるなって感じですね。ほう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 。まあ、てか結構下位になってきてるなってイメージですね。で、まあ、一応産業医大と同様、福岡にある私立大学の医学部です。で、河合塾偏差値2018年は実は70だったんですよ。あ、そう、70あったんだ。そうですね。まあ、結構ね、ここ波が激しい大学なんで、なるほどね。ちょっと一概には言えないんですけど、うん、一応70あったんですよ。ただ、実は、まあ、そっから急落して65に。うん、僕そんぐらいのイメージですね。2年間で65に下がってですね。ただ、その前も 67.5 だったり65だったりして、ちょっと悩みがあるんですけど、まあ、2018年から明確に下がり続けているというところがありまして、はいはい、これ、ね、ちょっと低下の理由が分からない部分があるんですけど、うん、ただ一個だけあるとしたら、ちょっとね、久留米大学医学部の学生が実は事件を起こしたんですよ、ね、2018年に、うんうんうん、でそこから明らかに下がり始めているので、もしかしたらそれが原因かもなというふうに個人的には思ってます。まあ、あくまで一要素としてね、はい、うん、まあ、ここに関してはちょっと詳しくお話しするのは把握してない部分もあるのでちょっと控えたいと思うんですけれども、そうですね、うん、ただその事件があると下がる傾向にあるっていうのはまさに千葉大学医学部が過去そういうことがあった時期がありましたので、うん、でもまあ他の、ね、学部もそうですよ ね、 そ, うですね、それこそね、某なんかタックルのやつとかも ね、やっぱ倍率下がりましたし、めちゃめちゃ下がりましたね。まあ、そういうのはどうしてもあるんじゃないかと思うのと、はい、あとはやっぱり久留米大学の医学部に関東からやっぱ受けるとあんまないじゃないですか。そうですね、やっぱり九州とかあっちの地域中心なんで、うん、他の大学の人気度が上がるとやっぱそれ的にね下がっちゃうって部分はまあどうしてもあるのかもしれないですね。もしかしたらそういう意味だと産業医大に流れたという部分はあるかもしれないですね。確かに、うんうんうん、そうですね、はい、じゃあ2つ目の学校なんですけれども、はい、こちらは多分予想通りだと思いますけど、はい、女子医大です。そうですね、東京女子。はい。で、一応日本で唯一の、女子医大の医学部になってるんですけれども、もともとは、まあ、中堅から下位、中下位ぐらいの大体医学部だったんですよ、うんうん、はい、ただもうね、今年の入試明らかに申し訳ないですけど下位医学部って感じでした。結構最下位医学部ぐらい。いろいろね、ちょっとありすぎるからね、ここはね。そうですね、ちょっともう、下がった理由は僕が話す必要なんてないんじゃないかっていう感じで、はいはいはい、やっぱり一番大きかったのは、もう学費の値上げですね。まあ、そうですね、はい。はい。で、6年間で1200万。そうそう、高いから。
年間200万って嘘だろって感じしますよね。さっきの話じゃないけど慶応ね2周できるからね。いや本当です本当です本当です、はい、いやもうこれはちょっとやばいなっていう感じがしますね。もともとしかも3000万超える学費ぐらいだったんで、3000万ぐらいかな学費だったんで4000万超えちゃったんですよね。で川崎以来という2つだけなんですよ、4000万超えてるっていうのは、うん、そういったところでレベルがちょっと話し下がったっていうところがあるのかなと、うん、まあしかもその上なんかボーナスカット問題とか、ね、ちょっとね PCR 問題とか、うん、まあねちょっとこう世の中のね情勢的に別にね、うん、あのコロナは女子がね悪いわけじゃないんですけど、そうですね、まあ、経営面とかいろんなねちょっとことがあって、まあしかもねやっぱ医学部って取り上げられますから報道にね、うん、それで結構ダメージ受けちゃってるのはあるのかなとは思いますね。そうですね、やっぱり何年か前の学生にとっては、まあ、学費は上がってないにしろ、まあ、ここまで評判が落ちてしまったのは少し残念だと思う方も多いんじゃないかなと思います ね、 そうですね。ただね、亡くなることはないじゃないですか。そうですね、なので正直な申し訳ないですけど、女子生徒さんで払えるよという、うん、なんとかなんでもいいけど薬部行きたいよという方はもう絶対受けておいた方がいいですね、うんうん、いや本当ですね、はい、今もうね過去問とか見てください。去年からもうめちゃめちゃ簡単になってるんで、はい、ぜひ見て検討していただきたい大学ではあるなと思います。はいはい、で最後の大学なんですけど、こちらもねなんとなく予想しついてる人いると思うんですが、東京医科大ですね、うんうんうん、はい、で新宿にあるもう、ね、日本で一番立地いいんじゃないかぐらいの医学部になってます。もともと中上位の医学部だったんですが、少しだけ簡単になってるなっていうのを正直感じます。もともと河合塾偏差値 67.5 で、うん、現在は 67.5 に戻してるんですが、まあ、昨年の当時ぐらいまで65だったりした時もあったっていうところでちょっと落としてる時期がありました。なるほど、はい、でやっぱここに関してはやっぱ不正入試問題の影響が大きかったのかなと思いますね。はい、で不正入試があった次の年はね結構下がったんですよね確か。いやまあイメージ良くないからね。そうですね、でもう本当に大量の繰り上げ合格が、まあ、去年の繰り上げ合格がこんだけいるからそもそも今年合格者出せないよとか、うん、あとはその USMLE っていうアメリカで医師をするための試験があるんですけど、はいはい、この大学受けられないんですよなんと。え、あそうなんだ。そうなんですよ、はい、でまあ、そういったようなところで受験生が避ける要素っていうのがどうしてもいくつか出てきてしまってるんですよね、うん、でそういったところで、まあ、もう少し完全復活には時間がかかるかなっていうふうに個人的には思っている大学ですね。なるほど、はい、そうですね、確かに、まあ、どうしてもちょっと問題に抱えてだったりとか、そうですね、まあ、ちょっと報道になっちゃう大学がちょっと下がりがちっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、多分東京医科大は正規はそんなに下がってないと思うんですけど、うんうん、結構繰り上がりやすくなってるんじゃないかなと個人的には思ってますね。まあ医学部受験で闇ですわな。はい、そうですね。補欠合格というのはね。そうですね、はい、まあまあというのはありますけど、まあただですね、医者になれないということではないので、うん、もうとにかくなりたいという人はね、まあ、もちろんどこを受けるにしても自分で考えてね選んでいただければかなと思います。はい、はい、というわけで今日はね、上がった大学下がった大学見てみましたいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとこういったね、こうちゃんと時流に乗って志望校選択をするというのも結構大事ですし、まあ、あとはちょろちょろ出てますけど、やっぱり次第の医学部高いですから、学費の面をね、きちんと考慮した上で、まあ、受験していくということも大事かなというふうに思います。はい。まあ、我々ね、キャスト大生メディカルやっておりますので、まあ、医学部受験したいよという方はね、ぜひ概要欄からお問い合わせいただければと思います。はい。しっかり中井さんがね、サポートしていくと、はい、いうことでございますので、はい、はい。よろしくお願いいたします。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチ切れコーナーです。はい、医学部って入ってしまえばどこでも同じですよねっていう質問ですね。ああ、まあまあ僕より中井さんが詳しいと思うけど、はい、一応僕の知識で言うと、はい、まあもちろんその最終的に、うん、医者になるとか、うん、そういうことで言えば、うん、なんていうかな、その、うん、海の水深50センチぐらいのところで言えば、まあ同じっちゃ同じですよね。まあそうですね。ただ、はい、水深3メートルぐらいまで行くと、まあいろいろ違いはあると思うし、はい、まあそもそもね、大学生活とかでは結構違うじゃないですか。うん、やっぱりこう厳しい、進級厳しいところとか、まあ比較的のんびりなところとか、あとはまあのんびりしてるけどね、国試の合格率低いところとか、いろいろありますからね。はい、うん、同じってことはないとは思うんですけど。そうですね。うん、であとは、まあ、医師になってからも、なんだかんだ言って若干学歴が関係あるようなところっていうのは、そうですね。まあね、研究員になりたいとか、その大学病院である程度上に行きたいとかってあれば関係する場合があります。そうですね。はい、あとはやっぱり、意外と地域も大事じゃないですか。そうですね。うん、もちろん、例えばね、どっか、まあ、九州のね、医学部に行って、東京に戻ってくるとか、別にその、物理的に不可能じゃないけど、うん、例えばやっぱりこう、周りもね、いや、別に九州でいいわって人がいる中で、ちょっと東京って受けにくかったりとか、やっぱこう、うん、ある種なんかこう就活的なとこってあるじゃないですか、うん、
ね、例えば分かんないですけど青森県の大学にね東京から行って、うん、でなんかみんな青森で就職するのに僕は東京戻りますってちょっとやっぱこうなんか別に空気読めるとかじゃないんだけどなんか同じ気持ちの人があんまりいないからちょっと不安みたいなね、うん、そうですね、うん、あとやっぱり就職も、まあ、有利不利で言うと不利ではありますよね若干ね、あ、もちろんね、はい、うん、そっちにいた方がいいわけですからね、はい、なのでそういったことも踏まえれば、まあ、同じってことはないとは思うんで、そうですね、うん、あと個人的にはあのお医者様方ってやっぱり本当の意味でこうつながり大事じゃないですか、うんうん、やっぱりそのいろんな情報のこう交換だとかである種その狭い世界、うん、あの狭いって別に悪い意味で言ってるわけじゃないですけど狭いんで例えばそのネットでちょっと検索すれば何でも出てくるわけじゃないじゃないですか、そうですね、あとこう知り合いの先生にいろいろ聞いてみたりとか、うん、自分のその勉強をするという意味でもやっぱつながりが大事らしいんですよ、うん、ってなるとやっぱりこうねあの同窓生で優秀な方が多い大学の方がもしかしたらそういう面もいいかもわからないですけど、そうですね、うん、なのでそういうところも含めて考えてみてください、はい、本日の動画は以上です。